そうなのよ。そういうこと。そうやって無料キャンペーンとかを作ればいいのよ。成長したね。まさにコナミはもう俺の子よ。エスキタスラスということで、期間がちょっと空いちゃったんだけどもね、まあ、相変わらず元気にやっていこうかと。ということで、今回の選手名称をやっていこうと思うんだけど、こちらの選手紹介していこうと思う。はい、ということで、今回はジェレミー・ボガー選手紹介していこうと思う。ということで、お前、ちょっと俺が眩しすぎるせいかわかんないけど、お前すごい眩しそうな顔してるけど、大丈夫そう？いける？今日の試合。はい、タレントデザインね、こんな感じで振ってみたから、ぜひね、参考にしてみてくれ。ということで、早速詳細を見ていこうかということで、まずこの、プレスタイルね、インサイドレシーバーね。使いづらいよね。まあね、インサイドレシーバー最近ね、使いやすくなってるから、まあまあ気にしなくていいですよ、ということで、これドリブル数値、まずこれ95乗ってるんだけど、これボガの、この、なんだ、星3。これ星3で持っていい能力じゃないのよ。もうまさにあれよ、免許取り立ての18のクソガキがで、お前フェラーリ乗ってるのと一緒だからね。ふざけんな。で、このスピード瞬発力の高さ。これ高いね。で、それに加えて、決定力、ちょっと見ていこうか。うん。無視しようか。でね、もうボガのヤバさと言ったら、まあ、さっきのドリブルとスピッシュの数値もそうなんだけど、まあ、特にこれスキルがマジで優秀なのよ。で、これダブルタッチで、で、エラシコを持っていたりと。で、足裏コントロール別でつければ、もうお好みで特殊ダブルタッチにもできたり、で、さらにこれコントロールカーブがついてるところ。これがね、もう意外とね、マジで貴重。で、さらにスーパーサブがついてると。これね、もう例えてしまうと、マクシマンって今通常で手に入んないじゃん。まあ、合法マクシマンみたいなね。そんな感じよ。はい、ということで今回はこちらの、まあ、合法マクシマン使って、まあ、マクシマンよりもなんなら強いですよというところをね、もう俺の、この、腕で見せていこうと。思う！ということで、試合へね、不安やねかい、それ。はい、やってますか？ドン見ていこう。なんかあれだね、ディビジョン1のなんか上位勢のスカットを参考にして作ったスカットみたいだね。あ、別にディスるわけではないけどね。はい、このルーズボール拾ってしっかりと、オッケーオッケー。で、最終的にはボガンを見ながら、上がれ。そう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 。ここ、開いた！ナイス！止まって、これ立て。なんていうか、ナイス！このまま、はい！決定力の低さ、お前逆手に取り上がって、こいつ天才か。ロマーリオからこれをキープして、オッケーで、この逆を見て一回預けようか。で、上がり待って、オッケーオッケー。いいよいいよ、揺すばれてる揺すばれてる。で、このままで突っ込んでいこうか。いけ、ちょ頼むって、お前ダブルタッチ全然入んねえじゃねえこいつ。ちょ待って、マジでうざい、もう頭痛くなってきたんだけど。相手のスカットを見ていこう。オッケー、無課金スカットね。あれがぶっ潰させてもらって、お前ストレス発散させてもらうよ。開けるな。ちょ、もうマジでお前追いかけ回せ、追いかけ回せ、お前もうケルベロス、ケルベロス。そう、いいぞ、メシベロス。で、ここで出して立てで落とす。で、もうこれサイド、開いてます。簡単ですよ。はバカが、お前滑ってやんの。じゃあもう、お言葉に甘えて。で、このまま、ちょ、面白くないね。中央回してくんが、お前、うざいね、お前、マジで自分でぐ、突っ込んでよ。こういうこと、マジで、なしたら縦に行くことしか考えてません、お相手。で、これ、サイド、見て、オッケー。で、もう一個、サイド。いいよ、抜けるの？知ってた、知ってた。キープして、体でキープで。で、ここで、もう打っちゃう。はい。おお入るんかい。マジで決定力ってマジ数字ばかりだね。関係ねえわ。脳死で。脳死取れる、どうせ。ほら、こういうのマジで本当にハンド力ないガキ。もう本当に簡単取れるの。で、これ、サイド。ここからよね。オッケー。で、来たべ！いっす！枠には入ってたんだけどね。いや、いい感じ、いい感じ。マジでボガの使い方、慣れてきた。もう最後ぶっかますわ。いや、待ってば、マジでもう、パースコースなかったよ。きついわ、それは。ただ、まだチャンスある。回って、おっ、キープ、キープ。じゃあ、上がり待とうか。来たべ。中央で。来たー！俺の実力よ、これは。ちょ、マジ、なんかもう電波すごいんだけど。何、俺、点取った瞬間に、この電波の悪さ。おいしょおいしょ。お、すごい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 ！
すごいよ、これ e フットボールお前に1997みたいになっちゃってるから。あ、俺それ俺の生まれた年や。いや、ふざけんなよ。お前、最後の試合って全然ダメじゃん。まだもう一試合しなきゃだよ。お前、伸び行かせろや。空いたところこれ出して、もう。いいよ、巻いてるところ出せばいい。もうそれだばっかり考える、俺。で、これサイド直しで。おっけ、来た来た来た。いいよ、で、はい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 、ちょうどね、カービィのフィギュアがね、右向いてるから、あ、もう右目狙うわ、もう。噛みすぎます。終わってる。あ、頼む、はい。俺大丈夫かな？危ない薬でもやってると思われちゃうわ。ヘージングで、ほっけナイスで、ここも背中使っていこう。で、とりあえず立って。で、ここもさ、サイドほら、入ってるのよ。ちょ。よし！もう、早いね！待って、いや普通にマジで強いんだけど。混戦を制するのは、混戦を制するの俺だった。とオッケーオッケーで落として、でこれサイドさ上がりを見て、これさ繋がるかな、負けな、負けない。じゃあ、はい、おおい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 お前キーパーの目の前じゃなくて、お前ゴールの目の前で打っちゃったもんな。いや、もう気持ちよすぎてたまらね、本当に年末最高っつも、なんか今大丈夫かな、なんか世にも奇妙な物語みたいな感じで。映ってはいけないものが映ってしまった、なんとボールにキスをした男性が映り込んでいるのである、みたいなね。はい、皆さんも良い年末を過ごしてください。